始められたきっかけを。はい、今のこのお家なんですけれど、築30年になるんですけれど、築10年の時に結婚と同時にこの家を購入したんですよ。で、当時はだから築10年の中古住宅だったんですけれど、本当にまだ若い時に買ったので何もお家のこととか知らなくて、いきなり最初に見に来たお家をそのまま買っちゃったんですね。で、春日井にも住んだことなかったんですけれど、その時から春日井に住み始めたんですけれど、で、迎えたその冬ですね、すごく寒くて、で、なんでこの寒いんだろうと思って暖房をたくさん入れたんですけれど、それでも全然暖房効かなくて、なんかちょっとおかしいなと思っていろいろこう調べ始めたら、床下に断熱材が入ってなくて、窓もたくさんあるので窓もシングルガラスで、外からの冷気がこう全部入ってきて、全然断熱効果がないので温まらないっていう状態だったんですよ。だけどいきなりお家を買って、そこで すでにお金を全部使い果たしているので、そこからじゃあリフォームしようと思ってもこう業者さんにお願いするお金がなくて、じゃあまあ自分たちでやろうと思ってホームセンターに行って、で断熱材を買ってきて床下に潜って入れたのが始まりなんですよ。で、それからまあ一度こう断熱材を入れたらお部屋の中結構暖かくなって、で床も結構ベコベコしてて、ちょっと知り合いの大工さんに頼んで木材を貼ってもらったんですね。で、そこで出た端材をもったいないから今度自分で壁に貼ってみようと思って、実はここの壁なんですけど貼り始めて、で、そしたらどん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 こうお部屋の中が自分好みのインテリアにできるなっていうことにそこで気づき、で、もともとインテリアが好きだったので、そこからじゃあ漆喰塗ってみようとか棚作ってみようっていう感じでどんどん DIY にハマっていったんですよ。もともとインテリアが大好きだったのと、まあ、インテリア の商社で仕事もしてたんですよ、結婚するまで。で、まあ、お家の中を自分好み のインテリアにしたいっていうのはあったので、作るものもやっぱり好きなもの、好きなテイストに寄せて、まあ、そこは一貫して好きなものを作ろうっていうのは変わってなくて、こだわりとしては自分が今好きなものとかデザインをするっていうのをこだわってやってきました。でもやってみたいけどためらってる方向けて、そうですね、結構皆さん DIY ってすごく難しいことだって考えてらっしゃったりとか、なんかこう大きな工具を持ってきて大きなものを作るのが DIY だからちょっと私にはできないっていうハードル高いなって思ってらっしゃる方が多いと思うんですけれど、この花瓶一つ、これ100均の瓶なんですけど、これ自分で銅みたいにペイントしてるんですよ。で、これ本当にお庭で採れた紫菜とかをフラワーアンドドライにして、もうそれこそこれって100円ちょっとでできちゃうような DIY、 これも DIY なんですね。で、手軽に始められることからやってもらえればいいかなと思っていて、もちろんなんか自分が不便に思っていて、ここに棚が欲しいと思ったらその不便に思っているところを改善する方が一番いいんですけれど、それがもしかしてちょっとハードルが高いなって思われる方がいるんだったら、本当に小物でそれこそ100円ショップにあるような木材を使って、100円ショップにある塗料も今売ってますので、そういうものを使っていただいて、簡単にできるもので可愛いものとか、そういうものを作って自信になってからステップアップですよね、していくと抵抗なく入っていけるかなと思います。多分やるやらないのこの壁がものすごく大きいみたいでこの壁を飛び越えると皆さんバッと作り始めるんですね。あ、できると思った瞬間に。でもこの壁がかなりこう高い、ハードルが高いみたい でそのハードルをまず低くするために、簡単なもので手に入りやすい材料とか塗料を使ってもらうのが一番いいのかなと思います。これアンティークショップで買うと例えば何千円とかするものが100円とかで自分で作れたらちょっと嬉しくなっちゃったりしますよね。なのでそういう技術を私のブログとか見ていただいてインスタとかね、ちょっと習得していただいて、こういう可愛いものとか自分の欲しいものを自分の手で作ると、それはまた一つ買うよりも違う喜びができるので、はい、ぜひ挑戦していただきたいですね。